代の子は木之助と申しますんですが、まあ、木之助は大変腕の立つ職人で、お客様の評判で産毛でも剃れるぜ切れるぜ抜けるぜという評判が立ったわけですね。まあ、お客様がそう言ってくださるなら、まあ屋号は産毛屋にしようと決めたそうでございます。職商人というのは店をしっかり構えて奥では職人仕事をするということでございますんですが、どんな時代が来ても、まあ、産毛屋っていうのは人形町の刃物屋であって、まあ、代々の当主が職商人であってほしいというのが私の願いでございますけれどもね。